をお伝えします。気象天才科学者の千葉博士が半透明人間になる薬を発明しました。薬を完成させた千葉博士は早速自分自身で薬を飲み、半透明人間になってみたものの、半透明では何の役にも立たないことに気づき、がっかりしたとのことです。マジのみーに聞きました。だから僕があれほど言ったのに。だったら証拠も見せてくださいよ。はい、七時のみーニュース発火を伝えしました。この間はごめんなさい。許しません。仲直りできませんでした。俺のクマちゃんに乱暴しないで。そっちこそ、ネズノスケのクマちゃんに乱暴しないで。本当にあなたも好きなのは僕です。いや、私の方があなたのことも好きに決まってます。だけや、どっちも選ぶんですか。どっちもごめんなさい。
シュラのそっくりさん、2週間ぶりで何ですか？顔に何かついてますか？
こちらこそありがとう。ジュナのそっくりさん、とっても久しぶりですね。この間、わしちゃんが首輪もくれました。どうですか？こうなってるんですね。もしもし、コウスケだう。瞬時にはおじゃないと思うよ。はいはい、こんばんは。メケトに恋人がいたらと思うのですが、今日はありがとう。こちらこそありがとう。ジュナーのそっくりさん、こんばんは。お父さんとお母さんをよろしくお願いします。失敗。新しい服が欲しいです。できれば無難なのがいいんですが。あのさ、幸せって何かな？しゃもじに囲まれる生活じゃないかな。ペロペロキャンディーをお腹いっぱい食べることだよ。なんか面白いこと起きないかな。最近体重が気になって気になって、やっぱりねえ、僕ってどう思われてるのかな。瞬時はねえ、たまにコウスケと見間違えるね。瞬時はねえ、手止めスプレーっぽいとこあるよね。ねえ、私ってどう思われてるのかな。ブリンダイエットじゃない？知ってる？
よ。あ、それ聞いたことある。僕も知ってる。触ると幸せになれるってやつ。最近体重が気になって気になって、やっぱりやっぱりやっぱり最近なんかの鍵がすごい流行ってるらしいよ。ああ、それ聞いた。みんななんかの鍵も持ち歩いてるよね。そうなんだ。シュナも試してみようかな。ごめんなさい。許しません。おりゃー、おらー、人の話も聞いて。自分だって聞いてないでしょ。片付けはそっちがやるんだぞ。知らないようだ。なんだもん。コルスケの頭でっかち。頭でっかちっていう方が頭でっかちなんだもん。サードブリッコ。ブリッコっていう方がブリッコなんだもん。ちょっと来てもらえますか。僕のシート、夫の双葉から取って、ブーにしようと思います。ブーを大切に育てます。温かく見守ってやってください。ちょっとすみません。どうしてもブーが泣き止んでくれないのですが、助けてくれませんか。ありがとうございます。ブー、シュナのそっくりなんだよ。あ、そろそろミルクの時間ですね。ブーはすごくご機嫌です。さっきまで泣いていたのが嘘のようです。シュナのそっくりさん、ありがとうございました。
不機嫌です。この間はごめんなさい。許しません。ブーが一人前に成長しました。今日からお世話になります。僕たち家族も今後ともよろしくお願いします。ブーです。意外としっかりした女だねって言われます。それじゃあ、一風呂浴びてきます。それじゃあ、一風呂浴びてきます。ついてる。指輪あげるから付き合ってください。こちらこそよろしくお願いします。一生大切にする。何でもいいから食べたい気分です。いただきます。
本釣り。君は泣きさのマーメイド、僕は小さな海坊主。一緒に行こうよ、二人の牛乳場へ。終わりです。どうでしょう。こちらこそよろしくお願いします。Yep.